今日はね、龍が如く生キャバ女王賞ファイナリストで出会っちゃった美女要愛ちゃんを皆さんに紹介したくて。愛ちゃん、あー、ようこそ来てくれてありがとう。ありがとうございます。要愛です。かわいい。嬉しい。お土産お買ってきたの。お土産買ってきてくれたの。デニーもタルトケーキ、これマジうまい。今コメント太らせる気だってきた。バレた。これ同じオーディションに参加して蹴り出そうとしてるわけ。これでムクムクと太らせて私が。よしよし、頑張れ頑張るぞこの女。できる。まずいですよこれ。これ一応同じオーディションを戦う。あれ友達だけど、でも一応オーディション的にはコメントがバラすから。一緒に食べよう。いや一緒にいいよ。一緒に食べよう。でもこれすごい美味しそう。じゃあちょっといただいちゃいますわ。はい、一緒にいただいちゃおう。そう、愛ちゃんも食べるんだよ。共倒れします。共倒れだよ。同じカロリー取るんだよ。おい、おいっぱい食べなきゃ。意外と体重聞いてびっくりされることが多いかもしれない。何キロ、皆さん何キロだと思いますか。ちょっと軽く、ちょっとボディラインを。はい、細い。これはダボっとしたの着てるから。細いよこれ。これでね、私の体重言うとね、みんなね、女の子の体重マジで分かんないなって思いますよ。45。え、思うでしょ。48。48。44.5。え、思うでしょ。言いますよ体重。おっと、いいんですか言っちゃって。全然いいですよ。私55キロです。みんな嘘。乗っていいんですか。全然乗りますよ。全然乗る。マジ54.6。ガチ減っとるやんけ。でもガチガチのガチのやつ。私は、お、え、同じかも。え、同じ体重だ。54.7。ちょっとだけ 0.1。 私たち同じ体重。みんなこれ信じられる。こういうことですよ。やっぱこう体型だね、数字じゃないね。みんなミステリー。なんでどういうこと。ここにやっぱここに体重があるじゃないですか。ここにやっぱ体重が集中して、プラスここに集中したらやっぱここがなくなるから。あ、そう。もうよく見るさ、ツイッターでたびたび燃え上がる、なんかああいう炎上の話題とか見るために、ケイソンさんかっこいいチュキーみたいな。みんなケイソンさんに会ったら好きになっちゃう。そう、みんな会ったら好きになる。写真写りが悪いだけで会ったら好きになるからね。いや写真写りはやべえけど、写真写り確かにあれはてかみんなやばかったから。みんなやばいし、そう、うん、私過去にもさまざまなメディアさんに写真を撮られてるんですけど、全部ひどいの。悪意。そう、これ100キロに見えるとか。そう、まあ、そのメディアのせいでケイソン太ったな、ケイソンひどいな、ケイソンとんでもねえなって。やばいよ、そんなことないよ。もうめっちゃ下からさ、こんなんで撮られてさ。グラビアアイドルさん高い。はい、角度的に痩せて見えるのって、うん、やっぱどの角度なんですか、うん、綺麗に見える角度教えてください。え、なんか胸を張るようにするのと張る、うん、でも肩は落とすのと、落とす、顎は引くけど二重顎にならないようにするのと、あとベロは、ベロ下じゃなくてベロ下につけると二重顎になるんですよ。へー、うん、うん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 、を上顎につける。ベロを上顎につける。え、初めて聞いた。そう、ここすっきりするんで、写真撮るときとかなんかこう、うん、笑顔になる時とかも上につけるようにして写真撮る。みんな聞いた？ベロ上だって。そう、なるほどね。するだけで全然顎周り変わると思います。プロのテクニック。イエーイ、やっちゃった。いや確かおっぺがね、こうグッと出る。そう、うん、こうね、綺麗に見えるから、ラインがすごい、おっぺのね。普段猫背だから全然変わる、いつもこうなっちゃう。確かにこうなると全然おっぱいの大きさも違って見えますね。なんかおっぱいがないよ、こっちの方が2倍大きく見える。イエイ、うん、大事ですね。なるほどね。どうしても二重顎、うるせえぞお前。どうしても二重顎じゃねえよ。でも愛ちゃん、愛ちゃんのこのスタイルとか本当にね、羨ましいから。いや、ほんしたい。レースクイーンやってた時はこれめちゃめちゃ太ってて、みんなガリガリっていうか、まあ、スタイルね。でもモデルさんとかそのレースクイーンの人とか本当もうこんなもう棒みたいな、私の腕ぐらいの太ももとか全然。あれはちょっと痩せすぎでは。
うん、まあでも確かに遠くからそう車と一緒に撮る、やっぱりね、なんかこう、まあモデルさんというか、うん、花を添える役だから仕方ないのかなとは。なるほどね。私はまあ多少むっちりしてるのが好きかな。好きかな。よかった。言った。なんかこう愛ちゃんのツイッターとかに上げられてる写真の、うん、このここのムニムニ感。確かにリアルだよね。リアル。そうリアルなの。愛ちゃんのツイッター見て。ツイッターにちゃんと写ってるのがちゃんと肉なの。そう肉に、なんか肉で寄ったシワとかもしっかり写ってるから、しっかり写ってて、あ、これはなんか無加工だなみたいな。あ、嬉しい。ちゃんとわかる。みんなちょっとこれよく見てるね。いや、分かってくれると思う、これは。そう、それがいい、それが良くない、嬉しい。いや、ほんとそれがいいの。